はい、どうもこんにちは。インパク清掃マスタークリーニングの R 社長と申します。本日お話しする内容は、5歳児レベルの英語力でも民泊ホストはできますというテーマでお話をしていきたいと思います。私は以前新報前に新宿近辺で16部屋のリスティングを運営しておりました。その時は部屋作りからリスティングに載せるところ、それからお客様とのメールのやり取りから全てを一人でやっていて、清掃だけは外注というふうな形をしていました。今でも自分自身で民泊を回していて、自分の部屋というのを運営しております。お客様とも英語のやり取りをしているんですけれども、そういった話をすると、英語がとても上手なんですねとか、英語がペラペラなんですねっていうふうに言われるんですけれども、全くもってそんなことはありません。なぜ私の英語のレベルが5歳児レベルかというと、私は大学生の時にカナダのトロントに語学留学に1ヶ月間行っていたことがあります。その時はですね、昼間は学校に通い英語の勉強をして、で、ホームステイ先のお家で、夕飯を一緒に食べたり、家族とお話をしたりというふうな時間を過ごしていたんですけれども、その家族がお父さんとお母さんと10歳の男の子と5歳の女の子がいる家庭でした。お父さんとお母さんと私が話をするときは、私の英語のレベルに合わせてお話をしてくれていたので、すごくゆっくりと分かりやすいテーマでお話をしてくれていました。逆に10歳の男の子は、いろんな話題を知っているので、例えばその学校のことであったり、スポーツのことであったりとか、好きな漫画の話、おもちゃの話とか、いろんなテーマがあるので、何のことを話しているのかっていうのがわからないと、その英語で言ってることがわからなかったりするんですね。だから、10歳の子と話をしているときは、私は一番その中で、会話としては苦戦をしていました。逆に5歳の女の子と話をしているときは、語彙力もまだまだ少ないですし、話のペースもすごくゆっくりなので、どういったことをお話ししているかというのがすぐに想像できたために、私自身は一番自分に合ったペースで英語のお話をすることができました。で、私は1ヶ月間そこのお家で、過ごしたんですけれども、その時にやはり、自分の英語のレベルが5歳児レベルなんだなっていうふうに思ったんです。5歳の女の子とお話をしている時が、私にとって一番英語が、しっくりくるような、お話ができるような形になっていました。で、私自身も今その民泊のホストをやっている中で、そのレベルの英語でお客様とのやり取りに問題はないのかっていうふうに思うと思うんですよ。で、今これから民泊を始めてみようかなっていうふうに思ってる方、それから、民泊を始めようと思ってはいるんだけれども、英語が全く喋れないのでどうしようかなと思ってる方もいると思います。私自身も正直なところ、英語に対してコンプレックスを持っているのは事実です。ゲストさんから連絡が来た時、なるべくメールで来てほしいというふうに思います。電話がかかってくる時というのは、ゲストさんにとって緊急事態のことというのがもう9割以上の確率であります。鍵のトラブルとか、道に迷ったとか、あとはまあその近所のトラブル関係であったりとか、そういった時にゲストさんから電話がかかってくるんですね。なので私もその携帯で Airbnb のゲストさんから連絡が来た時に、アメリカ合衆国とか中国とか、その国の名前が書いてあってかかってくるんですけども、その時に何かしらトラブルがあったんだなっていうふうに思って電話に出るんですよ。そうするとやっぱりトラブルなんですけれども、何のトラブルかっていうのがわからない状態にわーって話すと聞き取れない時っていうのがあるんですよね。ただ民泊のそのトラブルに関しては、だいたいこう、この部屋ではこういったトラブルが起こり得るっていう予測が立つので、だいたい言ってることがわかるんですよ。ただ5歳児レベルの私の英語力では言ってることが分かってもうまく伝えられないんですね。特にジェスチャーができない電話でのやり取りというのがすごく難しくて、そういった時は一番スムーズにやり取りするためにメールでやり取りをしましょうっていうふうな形をとります。で、お客様にメールを送ってもらって、私はすぐパソコンを用意して、パソコンでスタンバイをしながら翻訳機能を使ってゲストさんとやり取りをします。で、タイムリーに連絡を取り合うと大体のことがそこで解決できます。5歳児レベルの英語力のこの私が何を一番意識してゲストさんとやり取りをしているか、そのゲストさんとやり取りするにあたっての
簡単なポイント、私が意識している4つを今日はご紹介していきたいと思います。まあ、1つは今までの動画でも再三言ったことはあると思います。レスポンスの速さですね。ゲストさんからメールの問い合わせであったりとか、連絡が来た際にすぐに対応する。これはすごく大事なことだと思います。何時間も空けてから返事をしたりとかしないように、なるべく早くやります。で、当時私がその民泊をもう専業のようにやっていた時、新婚前の時は、例えば自分が車を運転していたとしても、ゲストさんから連絡が来た時は、ハザードを焚いて車を寄せて止めて返すぐらい。それがその予約前の新規の問い合わせだったりした場合は、もうそこまでしてでもすぐに返事を返すように意識をしてきました。一つ目はレスの速さというところです。で、二つ目は、Airbnb のアイコンですね。登録のアイコンというところ。ここも意識するポイントだと思います。アイコンはなるべく女性が写っているものを使った方がいいです。他人のものを勝手に使うというのは当然やってはいけないことなんですけれども、なぜかというと、女性のホストさんが自分の顔を出してやるっていうのは、それは一番いいことだと思うんですけれども、まず考えてみてください。仮にあなたが女性だったとして、女性のアイコンのホストさんの部屋と男性のアイコンのホストさんの部屋、どちらに泊まる方が心配がないかっていうふうに考えたときに、当然女性のアイコンの部屋だと思うんですよ。では男性の方、これが男性のアイコンだったとして、普通の真顔でアイコンを載せている方もいるんですけれども、真顔の男性のアイコンか、すごく楽しそうに幸せそうにしている男性のアイコンか、どちらに泊まりたいかってなると、やっぱり幸せそうな男性のアイコンに泊まると思うんですよね。私自身がどういったアイコンを使っているかというと、数年前の妻と子供の写真を使っています。やっぱりゲストさんからしても、奥さん、それから子供が写っている写真というのはすごく安心感があるみたいで、素敵な写真ですねっていう風な言い方からの予約につながったこともありました。で、実際にそういった時は私の妻と一緒にゲストさんに挨拶に行ったりとか、差し入れを持って行ったりとかっていう風にもしていました。私が意識している2番目ですね、なるべくアイコンを、身内の女性のものを使うというところはしてみるといいと思います。3番目は翻訳機能の使い方についてです。ゲストさんから長文でメッセージが来た時に、コピーして翻訳に貼り付けるじゃないですか。で、翻訳っていうボタンを押すと一気にダーって翻訳されるんですけれども、文章が長文で何を言ってるかわからないように翻訳されてしまうケースがあるんですね。文章のカンマのところどころで全部改行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 っていう風にしていくと、すごくスムーズで綺麗な翻訳になるんですね。逆に私が相手に文章を送るときも、句読点を使わない文章で送ります。どういうことかというと、常に箇条書きで文章を書いて翻訳して相手に送るようにしています。例えばゲストさんから道を聞かれたときに、対日本人として話すときは、最初の曲がり角を右に曲がって、次の自動販売機を左に曲がって、その右側にコンビニがありますっていう風に伝えたりするんですけども、ゲストさんが外国人だった時に私がやる時は、直進すると信号があります、信号を右に曲がる、直進する、自動販売機を左に曲がる、直進する、右側にコンビニがあるみたいな感じで、すごく細かい文章にして翻訳をすると正確に翻訳されていくので伝わりやすいです。これがもうまさにその5歳児と話をしているような文章を作って翻訳するという形ですよね。こうなるとゲストさんも分かりやすいような形になります。で、私が意識していることの4番目は、メッセージに顔文字を入れるということをしています。ところどころでこう文章の途中で顔文字を入れるんですよ。
なんでかっていうと、長文でずら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 っと説明文とかを書いているときに、何も書いていないと感情が全く伝わらない文章になってしまうんですよ。なので、ところどころに顔文字を入れたりとか、最後に顔文字を入れたりっていう風な形にすると、明るく表情のあるような文章になるんですね。で、他にもゲストさんとやり取りをして最後 See you っていう風な形で、メールが終わった時、向こうから送られてきて、こっちから送り返そうかな、送り返さなくてもいいけど送り返そうかなっていう時あるじゃないですか。そういう時はあえて顔文字だけで文章なしで送っちゃったりするんですよ。楽しさが伝わるような文章を送るようにしています。で、ゲストさんの印象っていうのもやっぱりすごく良くなるみたいなんですよね。一番最初は私もただただ顔文字を使わないでやっていたんですけれども、なんかところどころこう顔文字をポン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 入れていくと、ゲストさんからの見栄えもとても良くなると思います。はい、本日は5歳児レベルの英語力でも民泊のホストはできますというところから、私が、意識して行っている4つのことについてお話をしてみました。結局のところ、もちろん英語や中国語っていうのが話せた方がいいに越したことはないんですけれども、実際にこの5歳児レベルの英語力の私でも十分に収益が出るような民泊の運営っていうのはできるんですよ。私自身もその民泊業界に一番最初に飛び込んだ時なんて何にも知識がなかったのに、とにかく始めてみようっていうところからやってみて、右も左もわからないのに人から情報をもらったりとか、いろいろ調べたりっていう風な形で手探りで始めていったんですけども、結果的にうまくできてしまったんですよ。英語に対してコンプレックスがある私でも民泊のホストは全然問題なく行うことができます。この動画を見て民泊ホストをやってみたいけれども英語が喋れないからどうしようかなって悩んでる方がいたら、とにかく失敗をしながらでもホストをやってみるっていう風な形をしてみると案外できるものなんですよっていうところにたどり着くと思うので、ぜひぜひ、挑戦をしてみてください。はい、私のチャンネルではこのように民泊清掃や民泊に特化したお話をしていきたいと思います。何か気になる内容がありましたら、ぜひぜひコメント欄の方に書き込んでみてください。Twitter、Instagram も行っておりますので、ぜひフォローの方をお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。